はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイ。というわけでね、あの後、なんだっけ、ちょっと待ってね。とりあえず、あれに向かって走らせて。あの後、いろいろ考えたんですけど、まあ、結論から申しまして、思いつきませんでした。 なんで、とりあえず、まあ、適当に、いつものように、どうにか整理しようかなと。で、さっき飛行機飛んでてね、いい感じに近い距離に落としてくれたんで、拾いに行こうかなと思い、インベントリーを整理したところでした。お、いいね。スパイクラいらないね。全部覚えてるよね。リード、リード、リード、ノンノンだよね。犬来てるよね。リード。うおー、びっくりした、お前。ちょっと、そっちから来るのはちょっとびっくりしたよ。ニード。ちょっと待ってね。お犬様から皮剥いで。よいしょ。どうしよっか。いや、一個帰ろ。結局ただのレシピだったね。ああ、当たらん。レシピがいっぱい詰まってるだけだったね。ファーストエイドキットがちょっと期待してたんだけど、俺の中では。ゾンビ多いね。なあ、来たー。ザ・警察官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 。おらよ、警察官。もう一発、じゃーん。ハンマーの方が強くね？あれ？なんとなくハンマー持ってたからハンマー叩いたけどさ ストレッチハンマー強くね？ ちょ、痛い痛い痛い。いない。痛い。ちょっと待って。ちょっと待って。俺は、イベントに整理するために倉庫を作ってるんですよ。で、コメントたくさんいただいたんですよ。だからそれ返さないといけないんだけど、ちょっとゾンビがあまりにも多くてね。静かになったかな？あ、持ってないからいいや。で、あっち側にもチェストあるから、あれも軽く取ってこようか。で、上歩いてるやついたしね。で、そう、まだ決まっておりません。どういう感じにしようかは。コメントでいろいろ案をいただいたんですけど、ちょっと図を描いてくれた人がいるんだけどね、ちょっとね、これは上から見た図なのかし、横から見た図なのかがわからないっていう。まあ、横からっぽいんだけどね。まあいいやっていう。まあいいやっていうね。どうにかなるよ。やってれば広くなるよ。拡張性のある倉庫を作ろうというのを思いついたんですよ、俺は。昨日の朝。結論的に。で、今からではもう手遅れっていうことも、それを思いついたと同時に判明したんですよ。あ、こっちだね。どうしようかなーって。こっちにさっき手に持ってたもん突っ込んだんだけど、まあいっか。あ、でね、こっちにキャリパーが入ってるのなんで？って言われた。キャリパーね。こっちに、これも入ってるでしょ。これも入ってるでしょ。こういうね、なんかね、俺大切なアイテムはね、まあ、フォージも入れてもいいと思ったんやけど、フォージ多いから入れてないんだよ。ちょっとね、このファーストエイドキットが私の中で一番重要なアイテムになってるんですよ。このゲームの中で。ファーストエイドキットと、ワークベンチと、ケミカルステーションと、キャリパー。こいつらはもう作ること、キャリパーにだっては作れないからね。だからそれはなんかね、もうこっちに入れる癖がついちゃってる。この重要アイテムとして。だからキャリパーは、こっちに入れてます、いつも。もうこういうところに入れるようなアイテムじゃないんだよ。なんか紛れてちゃダメなんだよ。
よいしょ。で、オーバーオール。オーバーオールこれ。これズボン装備らしい。本当そうなの？確かに言われてみたら下に来てたよね。下だね。もういいよ。いいよ。いいよ。こっちでいいよ。上っぽいじゃん。見た目。パッと見。雨入ってくるね、ここね。まあ、それはどうでもいいか。羽はあっちだな。土もあっちだな。草。矢もあっちだな。全部あっちだな、薬。羽や土。何これ。これはあっちだな、さっきのとこでいいな。で、どういう風に整理するかだよね。で、どういう風にコンクリートたちをやるかですよ。もういいんじゃない？こっちで。こっちでいいんじゃない？もうびっくりするような、みんながびっくりするようなサイズの、あれ作っちゃえばいいんじゃない？フォージを。あ、でもこの前以上のフォージ作るの無理だな、俺には。あの規模を超えるのは無理だよね、普通に。あれはちょっと、異常だったと思うんで。よし。というわけで、こっちに伸ばして、1,2,3,4,5 で、どうしよう、こっちも立てる。まあいいや。とりあえずこれで、1,2,3,4,5。とりあえずこれ伸ばして、なんも目的はないけど、とりあえず伸ばして、ここの床をどうするかはまあ考えよう。こっち柱やっぱ欲しいかな。広いもんね、ここね。うん、まあいいや。とりあえずここコンクリートにしちゃって、結構柱がめちゃくちゃついてるんだよね。あれ、ちょっと待って。ここにフォージを置くなら、こっちが赤い床ってまずくない？ってことはこっちにフォージを置く感じ？俺。いや、もうこっちも床抜けばいいな。床抜いて、あ、そう、コメントも返さなきゃいけないのにね。床抜いて、なんだっけ。重慶ってワークベンチで合体させないんですか？っていう質問がありました。そうです。させません。させません。させません。理由は単純に、私が銃を使わないからです。もうね、銃使うの、弾の残弾とか気にするのもめんどくさいじゃないですか。そしたらもう、ね、ナイフ一本でいいんですよ。ナイフ1本あればどうにかなるから。ある程度の量のゾンビまではナイフ1本で対応できるんで、特に銃は必要ないということになりました、私の中で今のところ。多分アルファ16になったらもう銃は必須気味になるでしょう。そんなこと、あういー、はあ、折れるんかい。折れるのは聞いてないかな。折れるのは聞いてないかな。持ってたっけ？持ってるね。ちょっと待って。これアスレチックして遊んでるわけじゃないんだよ。ちょっと建築案を考えてるんだよ、こっち。よいしょ。これ全部コンクリートにしちゃうか。んで、ここで。気が向いたら向こうから壁ぶち破って部屋をつなげちゃえばいいか。
ってことはこれこっちまでも一気に伸ばした方がいいよね。こう落ちたら痛い？痛ー。やっぱ足しみますね。骨折してた。1、2、3、4、5。捻挫？捻挫かな？ここ？1、2、3、4、5。もうラインがめちゃくちゃなんだよな。でもこのラインだよね、やっぱりね。このラインだと届くんだよ。こっちはおまけだよね。仕方ないか。また降りたら痛いんでしょ？やだなぁ。やだなぁ。こっちこっち。ちょっと痛くないように。届かないね、これね。おいー。何やってんだ。で、1、2、3、4、5。拡張してしまえばいいんだよ。拡張してしまえば。そうすれば話は全て片付く。よいしょ。どうする、ここ。もう街のラインさ、こっから右側は、コンクリート俺敷いてないはずだから、もうどっか基準に適当にやっていこうか。こっから反対。この下側もう基礎打っちゃってるから、打っちゃってるっつってもまあ、貫通はしてないけど、1、2、3、4、5。1。もうあれは、仕方ない。これを活用していくけど、こっち通れるじゃん、そしたら。あ、床もやっちゃった。床もやっちゃった。はあ、痛い。だんだん上がるのが大変になってきたな。規模がでかくなってきたら、まあ、ここら辺はフォージでいいよね。ここら辺にフォージ構えようか。そしたら、これぐらいでいいんじゃねえの？いっそのこと。あ、コンクリートなくなっちゃった。はい。はい。OK です。関根さん OK です。こういうね、こういう感じの、何、インテリアデザインね。デザインでいきましょう。あ、いいんじゃない？テトリスがちょっと失敗したみたいな感じで。テテレテテ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 テ
てて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 。よいしょ。OK。どうしよっか。こっちでいっか。1、2、3。チャレンジャーだねー。セシカさん、チャレンジャーだねー。地上にフォージュ持ってきたよ。もう一般人は絶対にやらないことだよ、もう。やっちゃいけないことだよ、どちらかというと。やらないことというね。こっちじゃない、こっちだね。こんなことやったらあれだから、ゾンビ来るから。スパイクって、俺持ってきてないよね。ある？あ、宝珠もう一個見っけ、ラッキー。ミキサーもあんじゃん。ないよね。こっちにある？ないか。取りに行こう。じゃ、とりあえず、入れるだけ入れて。でもあっちから持って帰ってくるの特にないよね。で、こっちにミキサー置こうか。こっちに。とりあえず一回戻ろう。OK。で、次の。なんで回復ストレージにキャリパーが、あ、キャリパーさっき言ったね。そうだね。そう、大切なアイテムなので、大切に保管させていただいております。つか、HP めっちゃ食らってんな。回復役がないな。ゾンビワイワイしてるし。うわぁ、育ってるというか、これまた出たわー。消えるやつ。苗が消えるやつ。
これこれこれが欲しいんです。これでいいかも。そういえば台がないね、よく考えたらね。これぐらい、これぐらいいいか。これも燃えといていいよ、あなた。違う、もうちょっと取ってきたいのあったんだ俺。これ帰るよ。おお、こちら回復ストレージのキャリパーいった。脇つぶし23分って結構大変な時間までやったね。ゾンビの声などなかったので脇つぶしはかなりできてるんじゃないですか。部屋を拡張していけば街の外周に近づくのにゾンビが湧くでしょうけど、そうだね、拡張してったらゾンビ湧いちゃうかもね。よいしょ、15ぐらいずつでいっか。180分だって。まあいいんじゃない。やばいな、俺貞子来たら俺最悪だな。来ないと信じてるけどさ、ここが普通の街じゃないからつか俺、まあ、言えちゃったじゃん。つか俺半分に分けたの、上に入れたかったからわけじゃなくて下に入れときたかったからちょっと分けたのに、まあいいや、もう一緒だ。え、なにこれ、空じゃん。え、空じゃん。あ、俺石全部取ったってことか。そういうことか。なんで空かと思ったよ。ピッケルある、ピッケル、ピッケル。ここにもキャリパー入ってんじゃん。あれだね、サプライ回収しに行くっつって突っ込んだやつ。ここの隣、ここ砂なので砂も開けときましょう。で、脇つぶし、開始時屋上にいたビルの3階か2階に中も荷物残ってる。どこだそれ。地上や各地のチェストから、ちょ、あれで全部回収すんなし。石がね。OK。いいんじゃない？これ、こっちじゃなくていいな。めんどくさいわ。こっちに、石砂チェスト作って、それで混ぜよう。で、足りなくなったら上から取るみたいな形にしよう。はい、これだ、エクスプロージョン。取れた？取れたね。エクスプロージョン。うん、これでいいわ。あっ！うわ、ちょっと、マジか。遠いな。地面に置くのやだしな。地面に置くのやだしな。まあいいや。で、このゴミ。ゴミ肉。ゴミ肉どこに入れよう。ここに置いとく？ゴミ肉。もう石油チェスト作るか。これ仮置きしとけばいいんじゃね？釘使わないし。よし。入れて。で、この残念な感じのアイテム分はどうすればいいの？残念に必要そうなアイテム分と、この、こっちのダブルよね、それね。フォージがもう一個増えた。とりあえずこれ入れて、よし、これでいい。で、俺が持ち歩きたいのだけ持ち歩こう。で、下に入るもの、隣に入るものいろいろあるもんね。スプリントとかね。これとこれと。で、これが。肉入ったね。
肉入ってでもいいんだけど、気づいた時に移していく感じにしましょう。回復薬が欲しいです。少なくない？回復薬どっかに俺絶対入ってるよね。ほらー、トゥーで、ドリンク。世界各地にあるアイテムはね、回収しなくていいや。無理だよ。回収する価値なんてないよ。うん、だから回収しません。弾とかあるね。まあ、スナイパーライフルがまず、あった。この完成品微妙だな。これ建築系だよね。ワークベンチも本当は左の箱に入れときたいな。フォージ。フォージ。こっちに積んじゃうか。横に並べよ。なんかその方が面白い。サラコさん来ないよね。大丈夫だよね。うん、多分サラコの警戒範囲外だから大丈夫。ここ行き来するのがめんどくさいな。いいか。で、俺は何か取りたいと思ってたんだよ。なんだったっけ。コンクリートじゃない。コンクリートじゃなくて、あ、そうだ、思い出した。これでそろそろ外広げようかというね。こっちも赤床でいいわ今のところ。必要だったらコンクリートに張り替えていきましょう。あ、ちょ、畑の場所だけ中中庭、中庭みたいに屋根つけなければ見栄え悪くないかも。ありだね。ありですね。というわけでね、もうこっちに中庭か。どれだ？あ、そうそう、これだ。これがあの建物なんで、ここの前になんかね、いい感じに庭作れそうだなぁと思ったりもしてて。うわ、サラコ来てる。しまったー。わっちゃー。お前、しかも、こんなに来てんの？ちょっとこれまずくないですかー。わっ。どっから来たー。ちょっとこれよろしくないねー。やだー。マジかよ。とりあえず、貞子の援軍は来ないっぽい。貞子は来たけど。貞子湧くの？やだな、めんどくせえな。めんどくせえな。めっちゃ弾持ってきたじゃん。めんどくさいな。めんどくさいんで、あ、今のブロック俺壊されてる。サラコは中に入るのめんどくさいんで、もう椅子で、椅子ガードを決めよう。椅子ガード。はい、出入り禁止です、ゾンビさん。超手抜きガード。よし、入れるでしょ。 OK。 あー、完璧の扉。こっちにもつけとく。よし、いいね。マジか、貞子湧くのか。やばいじゃん。やばいじゃん、こんな焚き火始めちゃったよ。焚き火じゃないけど、フォージがっつり始めちゃったよ。
このお肉もまあ溜まってから移せばいいよね。紙だな。紙類どっかに移したいよな。さっきはチェストでいっかも。増えてきたら移す系。ここでいいや。増えてきたら移す系。OK。これ混ぜたら嫌かな。うん。というわけで、今回はここら辺までにしましょうか。ねえ。そのうち鉄とか、鋼も欲しくなるっていう。まあ、仕方ないよね。掘りたくなるよね。アルファ16もね、今月末来ちゃうもんね。どうしよう。こっち埋めちゃっていいよね。で、なんだっけ。ゾンビさんと共存すれば感染はしか、ゾンビさんと共存はしないかな。共存するか。共存するしかないな、この街にいる以上。仕方ない。フォージミキサーも含める大きな部屋がいいのかだけ決めれば迷いのない内装ができるかと。もう内装を諦めてね、野ざらしにしようという、そういう発想になっちゃった、今回。とりあえず、土と砂は、土じゃない、石と砂はここからアクセスできるんで OK としましょう。よし。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。次回は、畑は嫌だな。畑作るの嫌なんで、ちょっとどうしようか。どうしようか考えないとね、次回。まだ200ずつしかこっち来てねえからな。ちょっと次回考えます。考えながら次回スタートします。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。静止画でした。